はい。皆さん、こんにちは。今日も僕はチャット g p t の新機能の MyGPTs。これをまた一つ作りました。今回は今画面の一番上にあるんですけれども、歌詞ならお任せということで、日本語の音楽の歌詞にバッチリの AI 歌詞ソフト。これにしました。ちょっともう前置きはやめて今日は 早速実践をやっていきたいと思います皆さんにもまた時期が来たらリンクを公開しようとは思っているんですけれども歌詞ならお任せというのをクリックすると GPT 図が動きますこんな感じですまだアイコンは決めていません画面の下にスタートとして何から相談すればよいですかというのとおすすめの歌詞を 完全にお任せで作ってという2つのパターンを置いていますので今回は何から相談すれば良いですかこれからスタートをしたいと思いますちょっと画面を大きめにしておきます拡大率を上げますこれぐらいの方が皆さんも見やすいと思いますでは早速やっていきたいと思います何から相談すれば良いですかというふうに聞きますと 歌詞をを作成すするにあたたってて以下の点を教えていただけますか、というふうにチャット g p t が聞いてきますまずはセクションですねこれが A メロとか B メロとかそういうのをどれを使うかというのを聞いてきますお任せにすると5つとも作ってくれていらない時は皆さんの中で飛ばしてくれればいいんだと思いますそして、 音楽のジャンルですね今回はポップロックとかだけでなくて動揺や演歌といいうのもジャンルに入れていますそしてシーンやテーマですねまあどんな情景か恋愛のソングなのかとかですねそういうのを入れたり男性の目線なのか女性の目線なのかというようなことを聞いてくれたりしますそして英語が混じったような歌詞を希望するかしないか そして特に含めたい言葉、例えば「山」という言葉を入れたいとか「喫茶店」とか「涙を流していた」とか名詞や動詞それは関係なくですね入れたい言葉を入れればいいと思いますじゃあちょっとこれに合わせてやってみます「いいす AB サビポップス」で海辺の恋愛ソングを作ってほしいと。 男性目線で入れてほしい言葉は、サーフィンとかスポーツカーこういう風に書いてみました。そして投げかけます。恋愛テーマですね。海辺の恋愛ソング、ポップスジャンルで、A メロ B メロサビ、男性目線で作成します。サーフィンとスポーツカーの言葉を入れることにします。 ということで、まず1番の歌詞を作ってくれます。そして、どうでしょうかというふうに聞いてくれますので、まあ、これでいいとしまして、変更があったら言ってください。そして、今度は、いい感じです。と、こういうふうに褒め言葉も入れるのがいいですね。そして、2番もよろしく、このようにしましょう。ありがとうございます。それでは2番の A メメロ、B メロ、B サビを作成します、す。とということですそうしましたら最後にですねすべての歌詞をひらがなで書き直す必要がありますかと聞いてくれるようになっていますですから「ひらがなお願い」というふうに書きました 時間を見ていただくためにノーカットで見ていただいています。これで満足いただけましたかということなのでありがとうというふうに打っておきます。 どうでしょうか今日は淡々と皆さんにお話をさせていただきました。もう見ていただいた通り何も難しいことはないですよね。ですからこのようにナビでやっていく方法もあればもう最初から A メロ B メロの演歌の歌詞を書いてください。そのように打ってもいいです。ではやってみましょう。今度は AB で 演歌の歌詞を涙とか寂しさとか入れて悲しみの歌に女性目線で短めに作ってもらいましょうナビじゃなくってこうやって一発で言っていただいてもいいです「演歌で悲しみをテーマにした歌詞女性目線で A メロと B メロを短めに作成します」ということではいこうやってまずは1番の歌詞を 作ってくれますそうでないと1番と2番の長さなるべく音数を合わそうとしますのでですねまず1番が完成しないとということでしていますじゃあ今度はこの調子で2番をこのように打ってください丁寧語で「お願いします」とかそこまでやらなくてもチャット GPT はちゃんと日本語を理解してくれますはいいいです 2番には、やっぱりサビを追加して、というふうに書きました。やってもらいましょう。2>, 2番にサビを追加するのは素晴らしいアイデアです。悲しみのテーマを継続しつつ、サビを作成します。ということで、このようにサビだけ作りました。 ままたひらががなで書き直すす必要がありますかというふうに出てきてくれます。日本語歌詞というのは英語の歌詞と違ってひらがなで文字数が合うかということがかなり重要なことなので今僕はまだきっちり合うというところまでは確認はしていません。でもおおよそ同じぐらいの文字数いわゆる字余りとか字足らずという 程度でちゃんと組み立てててをしてくれています。じゃあこれでひらがな全体お願いというふうにしましたさあ一番気になるのはちゃんとサビをつけてくるかですあ,あついてきましたねいい感じですね なんか嬉しすぎてね、やっぱりありがとうを言わないとね、本当にこんな簡単に歌詞のアイデアをうまく考えてくれる。チャット GPT はもちろん今まででも歌詞を作ってと言えば作れたんですけれども、これは GPTS のビルダー機能を使ってより正確に、そして日本語歌詞としての大切なオプションをちゃんと聞いてくれる。 そんな風にしています。まだまだ改良点があるかも分かりませんがこんなソフトを開発しましたのでまた GPT ストアができたら公開しようかなと思っていますもちろんいっぱいのラーメンを食べれるぐらいのそんな金額で提供できればいいんではないかなそんな風に考えております「村長スタジオ」がお送りしましたが この度サブチャンネルとして AI 初心者教習所というような AI のこととかに特化したようなチャンネルも作りましたので当面の間はこの2つのところに同時掲載をしていきたいと思っています皆さんのお力をお借りしまして AI 初心者教習所の方も本チャンネルは今現在6000を超えているチャンネル登録者がいますので それぐらいにまで一緒になって伸ばしていきたいですので概要欄の方にサブチャンネルのアドレスを掲載しておきますのでぜひとも皆さんサブチャンネルの方もよろしくチャンネル登録などお願いします最終的には AI のことはサブチャンネルでそしてメインチャンネルの方は音楽のこと中心にですから 今日のテーマなんかはどっちにするかではなくってどっちにも掲載したい内容ですのでまあこんな感じでやっていきたいと思っていますまた AI のことそして音楽のことこちらの方はレッスンなども手頃な金額でやっています1時間2500円から3000円というような低コストのネットレクチャーをやっていますので困ったことがあったら ご相談してみてください。